はい、j r a のせいやです。はい、えと昨日の、ね、ロト6はですね、えーと、上げた予想数字、えー、改名、えーえー、11点上げましたが、一つだけ、えー、ヒットしました。えー、1000円ですけどね、えー12、12、24、30ですかね。えー 当たっております。えー、今日換金してこようかなと思っております台風も来てるんでねはいえー、で、えー、今回ロッドセブンの予想なんですが、えー、ここ2週連続ね三、えー、数字まで当たってます、えー、まあ、ボーナス数字もね来てなければ倒産にならないんですけどねはいえー、でねあと軍資金のね稼ぎ方として、えー、ちょっと 前回お伝えしましたね、あの前にお伝えしましたけど、えー、橘さんの YouTube チャンネル飛んでもらって、えー、NHK 撃退シールですよね、あのー、ゲットできると。で、2つのアカウントを使って、えー、私は取り寄せたんですけど、もう1回できたんですよね。あのー、友人とか、えー、友人とかにおすそ分けしたいとか、家族におすそ分けしたい、えー、妹夫婦。 えー、におすそ分けしたいとかで、えー、メール飛ばしてまたいただけないでしょうかって言ったらあの発送できあされてでメール借りで出品したら売れましたまあこれで1000円ぐらいは稼げるのかなと思いますあの提携郵便で、えー、84円で、えー、送料はかかりますけども、えー、そうしたね、えー、軍資金 小銭稼ぎですけど、えー、そうしたこともできますとはいで大阪抽選でねあのナンバーズがいよ異常なほどまでにね、あのー、ダブルとか、えー、トリプルのねゾロ目、えー、ダブった数字が出ております、えー、まあ今日でね大阪抽選終わってまた東京抽選に戻るんでね、えー、今後の数字の動向を見たいなと思います、はいえー、ではね今日はね えー、ロトということでこの T シャツ着てえーロ、ロトですねえー、売り場向かいたいと思いますそれでは、えー第338回ロトセブンの予想です2019年10月11日第338回金の雨が降るかはい 今回はですね、2019年10月11日、第338回、ロトセブンの予想動画となっております。先部で七席金星の日ですね、年が3、月が4、日が6なので、それぞれ塗っておりますと、338回で合計列ですね、一桁になるまで足せば合計列になります。 えー、塗っておりますとで大阪抽選ということで、えー、そうですね大阪抽選にが前回だったですね、で、えー、2週連続で大阪抽選で変則開催となっております。でロト6とかミニロトとかも、 ビンゴ5もそうなんですけど、えー、前回数字を必ず引っ張ってるっていうことがありますんで、大阪2週連続抽選はね、えー、なので、まあ、ロト6に至っては4回やるのかな、4回ですもんね、今日が最終日です、ロト7で、えー、2週連続は終わるんですけど、えー、このどれか必ず引っ張るだろうなと、前回数字から、はいと見ております。はい で見ていきますと、えー、先負け、先、えー、部ですよね、先部の時このようになっておりますと、私は気になっているのは、えー、30かなと見ております、えー、3系列でね、あのー、前回ね、えー、3系列で12出ておりまして、えー、その前はね、えー3ま、21ですよね。はい えー、でその前は出ておらず、その前は3と30ですかね、えー、と30がね、えーまあ、直近も来てますし、で先負けの旋分の時ですね、30出てるということ、ところ、はい、であとね末尾が、えー、1。 11日なので1とかね21とか31日とかこの11の末尾1の時何出てるかっていうのがこ,これになっておりますはいえー、気になるところはやっぱこの20番台のここら辺ですねあと01と10番っていうのが非常にえー、気になってます 末尾1の時は1と10っていうのをちょっと覚えておいた方がいいかもしれないですね。で、七席金星の時にも、あ、10番出てますねと。はいで、やっぱりここら辺も気になりますね。33、34。はい。えー、で、日が6。あのー、当日、今日、えー、金曜日6です。6の日なので、日が6の日、えー。何出てるかっていうの十16、17。 3は気になりますね。ああ、30まあまあ出てますねと。と、えー。34もう気になりますね。と。はい、えー。で、これ、開催外が5。あの今回、合計列なので、えー、何出てるかっていうのを表してます。ああ、30やっぱり出てんな。と。やっぱね、全体的に30出てるんで、30は軸数字にしたいですね。はい。で、 そうですねで24最初考えたんですけど前回出てで大阪抽選の前も24ボーナス数字で出てるんだけどここで24は引っ張らないと私は見て、えー、このね25がね気になってるんですね七席なので七、えー、席で25あの7系列ですね。えー 25が気になってるんで25を軸にしたいなと。でやっぱり大阪抽選も連番そうですね出れるんで,で大阪抽選の前もね2425っていう連番出てるんでこの2520今度に2526っていう、ね、連番を、えー、私は狙ってみたいかなというところです。はい、であとはですね え前回数字から何が引っ張るのかなという、えー、ところを見たいなと大阪抽選ですねで5か14を私は引っ張るんじゃないかなと、えー、見ておりますで今回ね、あのー、開催会が合計列なので,で前回5も14も両方とも出たんで、えー、合計列だったら23と3、えー、32は今回切りで。 えー、5かか14出るんじゃないかないと、えー、見ております、はい、引っ張る可能性としては12も、うん、ありうりますけどで7席っていうことも考えると7も引っ張る可能性はありますもちろん、えー、ですが7席で私が選んだのは25ということですね私が選んだ数字ははいえー、で あとは4系列でどれ出るかですよね、43、22、31、前回強まったのに出なかった、えー、その前、何に出た13、31、これはでも13と31っていうのはあの大阪抽選じゃない,、ま、ないので、これ東京抽選なので、なので13と31っていうのは、えー、大阪抽選になって、えー、2回目ですね。 え月変わって4月強まってえ2回目で13か31うん出るんじゃないかなとえ私はえ思っておりますで軸数字で33も狙いたいかなと思ってますえと大阪抽選前も33出てます大阪抽選の時ボーナス数字で3出たでボーナス数字っていうのは所詮この7個の数字出た後でえまたさらに引いて残って ってるものから出した数字が11と3311もすごい気になるんです11もね先分の時に出てるんですただあのー、私はこちらのね7席の時に33も出てるんで34も気になるんですけどね7系列で、えー、33、えー、軸にしますはい、えー、で、えー、これが引っ張るあとは1系列 というか松、あのー、尾1の時ですよね、えー、っと末尾1の時に1と10出てるっていうところも1000分の時もそうですね、えー、出てるっていうところで、えー、もうフォーメーションで、えー、どう買うかっていうのをねちょっと最初24考えたんですけどやめて2526でこれをね えー、買い目で、えー、もうようやく決まりました。このはにしろやこの発展でフォーメーションでね、えー、こう買ってみようかなと今回思っております。はい、今回はこれで行ってみます。